ご紹介ありがとうございます。総研大遺伝学専攻の多田が本日学生を代表してきました。残ってくださった皆さんありがとうございます。本当に、では学生を代表してどんなことをしているかって話をしていくんですが、まず最初に自分が誰なのか、なんでここに立っているのか、どういうことをしているのかってことを話し、真ん中に遺伝研でどんなことをみんなしているのか、学生はこういうことをしていますよって話をして、最後に、入学を希望している学生がいらっしゃるということですので、自分がなんで遺伝研を志望したのかという点について話していきたいと思います。まず最初、自分の略歴からですね、今この場にも高専生がいらっしゃるという話なので、高専の話から少しするんですが、高専という少し特殊なところにいまして、高校の3年間と専門学校の2年間合わせて5年間で短大卒の資格を取れると。で、沖縄の高専の生物資源工学科というところにいました。で、ずっとお酒を作ってみたいと考えていて、ビール泡盛をやっていたりですとか、そこから乳酸菌の研究に変わったりですとか、その他いろいろ実験系をしていたり、途中で乳酸菌自分で単にしたやつのゲノムを読んでみたいと思って読んで、そのゲノムの解析をしたりしていました。で、そのまま継続してプラス2年間沖縄高専というところにいまして、このプラス2年間足して7年間で、大学卒になるという資格なので、そこに参加し、専攻科では乳酸菌のゲノム解析を手伝ったりですとか、あとはマウスの転写産物の解析テストとか、そういうことをやっていました。で、さらにこの2年間、実は OIST 沖縄科学技術大学院大学部と呼ばれる大学院で技術職員として雇ってもらって、データ解析を習いながらずっと実行するような形でいました。で、こういうことをしながら今総研大にいますが、なんでそうしたかというと、これ先ほどの川本さんも結構かぶるんですが、最初ずっと生物をやっていて、生物をずっとやっていろいろやる中で、やっぱり生物だけじゃなくて情報も合わさるような DNA を扱っている時に、やはり情報学も大事だなと思って情報学をやっていて、でそういうことをしていると最終的にやっぱり情報をメインでやってみたいと思って、まず最初5年間情報をメインでやってみようと思い、遺伝学を選びました。この生物情報といろいろ言っていますが、これ合わせてバイオインフォマティクスと呼ばれる分野であり、生物情報をインフォマティクスを使って解析していこうなどと呼ばれています。ウェットバイオ系をウェット情報系をドライと呼んだりします。で、このバイオインフォマティクスの一分野としまして、オミクスと呼ばれるものがありまして、この生態中に存在する分子全体をモラルテクニック研究する学問と書いてるんですが、要はゲノムを全体的に見るならゲノミクスと言いますよ。タンパク質、一つのタンパク質じゃなくて全体を一度見ますよというと、タンパク質、プロテインのオミクスでプロトオームと言いますよなどと言うんですが、自分はそれまでゲノミクスやトランスクリプトミクスをやったことがあったんですが、メタボロミクスをやったことがなかったので、遺伝研ではメタボロミクスをやっています。で、これはポスター発表でお話しします。今日はゲノミクスの方について少しお話しします。で、今遺伝研のどこにいるのかということなんですが、生命ネットワーク研究室のちょうど秋田先生からご講演も少しあるかと思いますが、で、バイオインフォマティクスをやっています。研究テーマとしては微生物のゲノミクスやメタボロミクス、人ですね、メタボロミクスなどもやっています。で、バイオインフォマティクス、ドライのラボだと言いましたので、こういう机があってパソコン何台かあってディスプレイがあって椅子がある、ここだけの空間で自分は研究をしています。じゃあこの狭い空間でどんな研究をしているのかということなんですが、乳酸菌のゲノム例で少し説明したいと思います。皆さん、ヨーグルトはお好きでしょうか、食べていますでしょうか。まあ、プロバイオティクス、体にいいとされていて、乳酸菌のこのガセリ菌というものがヨーグルトによく使われています。海外などだと、その体にいいなら食べればいいじゃないかということでタブレットにして売られたりもしています。で、こういうふうに体にいい産業的利用価値が高い菌なので、皆さんよく研究されていて、たくさんシーケンスしてたくさんデータベースに登録してくださっています。なので、データベースにたくさんゲノムが登録されているなら、それを使って何かできないのか。先ほどお話がありました、リソースですね、リソースがたくさん出ているので、それを活用しようという目的で始めました。で、このゲノムを全部比べてみると面白いことが分かりまして、系統樹と呼ばれるもので分けてみると2種類に実は分かれることが分かりました。ゲノムで2つのグループに分かれて、少ない方、こちらが基準核と呼ばれるガセリ菌のものが、ガセリ菌がこのグループに入っていて、基準核と大きく離れる菌があるじゃないかと話で見てみると、例えば基準核が持っていないような抗菌物質、バクテリオシンと呼ばれるものを持っていたりして、これ新種じゃないかと思い、いろいろまとめて論文として報告しました。で、この情報に加えて、生理活性が本当に異なっているのか、糖代謝が違うのかなどの情報を
共同研究先に調べてもらって、実際に新種としてラクトバチルスパラガセイという種を登録しました。この研究の一番面白いところは、自分は実際にあの狭い机の前でカタカタしているだけでこの論文を書くことができましたと。要はリソースがたくさん提供されているので、しかもそのリソースはオープンにされているので、皆さんこの会場に誰でもこの研究と同じようにこういう論文の形をにアウトプットするぐらいの研究をすることができますというリソースの宣伝をしようと言われました。で、最後ですね、本日の内容2番目に移りたいと思います。遺伝研究の学生生活5年間で何をするのという話なんですが、そもそも遺伝研って研究所なのに5年間で何するのっていうと、研究をします。研究指導型の教育をしましょうということで、質の高い研究に支えられた研究指導の教育をします。で、たくさん発表練習やプレゼン練習や、あとは英語教育って論文書いたりとかもですね、を指導して必要な能力を開発します。最終的に自立した研究者に育てますよ。要は自立した研究者になるためにたくさん研究してたくさん発表してこいという学校です。実際に何をするのかということなんですが、自分は今5年間のうち2年半まで終わっています。で、もちろんずっと研究はしているんですが、それ以外に講義もありまして、ディスカッション形式で先生がディスカッションしたり、いろいろ習ったりもしています。で、研究して講義を受けて何してるんだ、あとは何をするのかというと、やっぱり発表をしないといけないと。英語で発表練習をたくさんしないといけないので、その機会を毎年1回もらっていて、 P とかでポスター発表なんですが、ポスター発表もしています。じゃあ研究者ポスター発表だけすればいいのかというと、そうではなくて、やはりオーラル口頭発表もしなきゃいけないので、最後の方にオーラルで発表練習というか、実際に発表してディスカッションしてというのもあります。で、ポスターや口頭発表だけじゃなくて、やっぱり論文を書けなきゃいけませんよねということで、修論を書いたり博論を書いたりもしています。実際ポスター発表や口頭発表どんな感じかと言いますと、ポスターの前にみんな集まってきてくださって、いろいろディスカッションしたり、前に立ってこんな感じで全部英語でやり取りをしたりとかいうことをしています。で、こういう話をするとちょっと硬く聞こえるんですが、そういう研究だけじゃなくて、やっぱり、サマーパーティーですとか歓迎会ですとか、いろいろとやっています。で、この話をいろいろ書いてたんですが、そういうのはもうウェブページを見るか、去年一昨年やられたので、一昨年のやつを皆さん見てくださいということで話すなと言われましたので、皆さん、ね、興味がある方は遺伝研公開講演会などで検索するか、遺伝研のホームページをご覧ください。じゃあ今日何を話せと言われたかと言いますと、多田くんはじゃあ何をしているのか話してくださいと。その一学生代表して実際の学生のストーリーを聞かせてほしいと言われましたので、どちらかというと自分が何をしているのかという話をしたいと思います。一番最初、自分が何を目指して入学したのか、何をしたいと思っていたかという話なんですが、もともとメタボリミクスに興味があって、ずっとゲノミクスをやっていたので、メタボリミクスに興味があってメタボリミクスを学びたいと思っていて、その学びたい、研究したいというのが一つ目で、このバイオインフォマティクスの分野なんですが、非常に研究のサイクルが早くて、一つの研究が終わるまで割とパーッといけるところがあるので、この動物も使わないですし、植物も使わないですし、細胞も使わないので非常に早いので、このアウトプットを多くしたいなと、この5年間はと考えていました。で、最後に学術振興会の特別研究員というものになり、これになると国からあなたは特別な研究員ですと認めてもらえて、学生でありながら予算が取れるというのが特典です。この3つを目指していました。で、まず最初1つ目のメタボロミクスについて学びたいと言ってたんですが、最初独学で本をたくさん読んで、いろいろ研究を学びながらやってたんですが、ちょうどアメリカでいいセミナーがあるということでしたので、2週間それに参加してきました。最初の1年目の9月ぐらいですね。サマーセミナーで UC デイビス校のオリバー・フィニー先生が主催されているんですが、この2週間みんなで集まって、いろんな世界中から集まって、メタボロミクスとは何かっていうところから、実際に研究どう解析するのかっていうのを、もう半分以上実習形式でこういうふうに顔を付け合わせて、データの前でこれはどう思うかみたいな話をしていました。で、もちろん知識面ですっごい勉強にもなったんですが、この世界中の方々と同じデスクの前で集まってディスカッションするっていうのも経験になりますし、あ、やっぱりこんな人たちいらっしゃるんだという意味で強い刺激を受けました。でですね、こうやって研究、どういうのがメタボロミクスか、どういうふうにできるのかっていうのを学んだ後は、研究のネットワークを作ろうと思い、国内のラボ、いろんなところ、群馬大ですとか、理研の CSRS と共同研究をし始めました。で、今年の6月と7月の2ヶ月間、スウェーデンの、クレッグ・ウィーロック先生のところに行って、メタボロムの研究を実際にやってきました。クレッグ・ウィーロック先生は、呼吸器系、喘息とかを代表とするような呼吸器系の疾患の
のところも解析をされていて、どちらかというとウェット、実際に実験をするラボで自分も実際に実験をいろいろ見せてもらったりですとか、その実験出てくるのがどんな形で、実際の研究者がどういうふうなデータを使っているのかっていうのを見せてもらいました。で、いろいろ海外で行ったって話をしているんですが、海外で思うことはやはり積極性が大切で、自分あまり英語に自信がなくて海外に行ったらどうなっちゃうんだろうかっていう気持ちもあったんですが、言語は正直に言うとなんとかなりました。もちろん英語はもちろん大切で、周囲の方々が非常に親切だったので、もう自分は何を言っても辛抱強く聞いてくださるので、それに甘えながら過ごした日々だったんですが、もっと上手に表現できていればなと思う日々で、遺伝研はこれに対して、英語教育をいろいろやってくださっていますので、それをちゃんと活用して英語をもっと学ぼうと思いました。で、あとですね、多数の学会発表をして目指すと言ったので、実際に国際学会でポスター発表1年目にしたり、コード発表したり、途中ここら辺で国内でポスター発表したり、国際学会でポスター発表したりと発表続きでしたと。で、あと論文も書こうと言ってたので、ゲノムの論文でここら辺はゲノム系なんですが、1年目ゲノム系の論文をパパパッと書いていきました。このパパパッと書くって何してたんだっていうと、別の研究をいろんな同じゲノムではなくて別々の研究テーマでいろいろと並列して進めていました。で、バイオインフォマティクスと言いましたが、バイオ寄りの研究、インフォマ寄りの研究という感じで軽く分けることができて、バイオ寄りとしては実際乳酸菌を読んだので乳酸菌のゲノムを決めましたよっていうふうな論文を書いたりですとか、あとインフォマティクス分野としてはこのゲノム比較ツールというものを作りまして、データベースのゲノムをこうやったらきれいに比較できてビジュアライズできるよというようなツールを作るようなことをしましたし、先ほど説明した新種の発見、これはデータベースにあったものをダウンロードしてきて既存のツールを使って解析するみたいなこともしていました。こうやっていろんな形でちゃんと論文として報告していましたよと。で、こういう業績をいろいろ詰めましたので、2年目の頭に申請書を、私は特別研究員になりたいですというのを国にいたしまして、今年度の頭からありがたいことに無事 DC-1 というものに採択されました。目指したことを3つ挙げたんですが、おおむね今のところ達成できているかなと考えています。まあ、これから先も自立した研究者になれるようにそれこそ頑張っていこうと思っています。で、あと駆け足ですが、2分半ほどでなぜ遺伝研を選んだのかというのを説明していきたいと思います。入学前ですね、3つの理由で選びました。1つ目ラボがいいと思った、2つ目経済的にいいなと思った、お財布に優しい、最後自分でも入れそうな入学試験だなと思ったという3つです。まず1つ目ですが、今自分が所属している有田先生のラボでは、事前に自分と共同研究を少ししていまして、どういうラボかというのも知っていましたし、性格も合うなと思いましたので、そういった理由でいいラボだなと思ったので選びました。2番目、創建大遺伝学専攻なんですが、授業料免除制度やリサーチアシスタント制度がありますので、金銭的に優しく、かつ宿舎に入れるので、生活費も結構抑えられると。自分の実家があまり裕福ではなかったので、お財布に優しいというのは非常に有利だなということです。実際1年目と2年目は授業料全額免除してもらいましたし、リサーチアシスタント制度として1年間で大体55万ほど支給してもらいました。で、最後特殊な入学試験と書いてますが、よく大学院の入学だとこのエッセンシャル細胞生物学を一冊ちゃんと読んでください、いろいろあるんですが、そういうことはなくて、あなたはこのテーマに対してどういうふうに研究をしたいですかなどという思考力を問うような問題なので、割とこの受験勉強が容易である、逆に言うと対策しようがないようなテスト形式なので、自分でもいけるかなと思いました。で、これは入学前誰でも調べれば分かることなんですが、実際に入学後あなたはどう思いましたかということで、メリットとして挙げられるのが、一番はやっぱり先生方がアクティブで相談しやすい環境にあること。いや、先生方って書いたんですが、先生方は皆さん研究者なので、研究者といつでも会えていつでもディスカッションできて、でその機会がたくさんあるというのは非常にメリットだと思います。あと豊富な支援制度で、これも検索すればウェブページ出てくることではあるんですが、この国際学会の参加費とか海外渡航費というものを支援する制度がありまして、遺伝金からは15万円、創建代から50万円支給していただきました。あと研究頑張ったら奨励金に与えますよですとか、研究に行き詰まったらこの研究計画の段階からどういうふうにアウトプットするかというところまでリサーチアドミニストレーターして相談することができます。で、あと自分はあまり実験をしないので設備とかは書かなかったんですが、多分実験系の人が来たらこの設備がすごいといろいろ言えると思います。で、3つ目、これ大事です、学生係が優しいというのが、
入学して学生全員の総意見でありまして、この学生と一緒にいろいろとお話をする学生係、窓口が非常に優しいのでストレスなく問題を起こすことなく過ごすことができます。いろいろ言いましたが、興味がある方はぜひお越しください。体験入学会というのを毎年やっていて、春休みの定期コースと随時コース、いつでも受けれるやつがあります。自分は夏休みに随時コースという形で、10日間ほど連携に来ていました。で、あと学生じゃない方もぜひ一般公開というのを毎年やっていますので、お越しいただければと思います。一般公開とか来たら何があるんだっていうと、一番いいのはやはり桜。所長からもお話がありましたが、桜が本当に綺麗ですので、よろしければぜひお越しください。以上です。ありがとうございます。